岡本信彦は、日本の男性声優、歌手、東京都出身、プロフィット所属。スラムダンク、ドラゴンクエスト大の大冒険マイナスなどのアニメが好きだったことや、母親が朗読のボランティアをしていたことから、声優という仕事に興味を持ち、志すようになる。その後、大学受験を控えた頃にプロフィット声優養成所に入所。セブンイレブン、警備員。 マクドナルド、郵便局などでアルバイトをしながら、養成所の学費を払っていた。BLCD、通憶のキスを、君は奪うにて、声優デビュー。テレビアニメデビューは、NHK にようこそ、の男子生徒英役である。2009年第3回声優アワードにて、新人男優賞を受賞。同年、大学を卒業。2011年第5回声優アワードにて、 助演団優勝を受賞。2012年5月23日、キラムネから、ファーストミニアルバム、パレットで、個人名義での歌手活動を開始。2021年10月24日、自身のツイッターアカウントを開設。2021年11月4日、所属するプロフィットが2022年3月末をもって、マネジメント事業を終了することに伴い、岡本が新会社を設立し、 新人声優及びプロフィット声優養成書の生徒を受け入れることが発表された。岡本は同日ブログを更新し、この場所を守るため、また未来ある役者を守るために独立を決意したと述べた上で、声優業についても変わらず全力で続けて参りますとしている。厳格な家庭で育ち、ゲームは1週間1時間までという制限が設けられていた。反抗期は、 ほぼなかったに等しく、母親にも、あんたは、反抗期なかったと言われるほど。テストで0点を取った際、過去一度だけ母親に反抗したことがあったが、力で叶わず、もう二度としないと心に決めた。クラバー、パリピ系、いわゆるリア充が苦手。推しの強い女性は距離を置いてしまう。父親の影響で幼い頃から将棋が趣味。所有段位は、アマチュア三段。 小学校時代は、プロ騎士になることが夢で、将棋会館道場に中学3年まで通っていた。将棋連盟が開校している子ども将棋スクールの卒業生で、プロ騎士の野月博樹から指導を受けていた。当時は同じ志を持つ少年たちと切磋琢磨していたが、声優への道を選んだ。ニコニコ超会議のイベントでは、プロ騎士の橋本隆則と対局し、 飛車落ちの持ち時間半でありではあったものの勝利した。第2回将棋電王戦以降、天の声やゲストとして、たびたび電王戦に出演している。ニコニコ超会議2015では、糸谷哲郎竜王と飛車落ちで対局し破れるが、聞き手を務めていた、香川愛生女竜王将とのエキシビション対局では、格落ちではあったものの勝利した。将棋以外のボードゲームにも造が深く、仲間内で、 テーブルトーク RPG ダブルクロスを遊んだことが発行元の藤見書房を通じて同作品デザイナーの矢野春作に伝わりダブルクロスリプレイデイズへの参加につながったポケットモンスターシリーズの大ファンで努力値などを知るポケモン廃人であることでも知られ雑誌電撃任天堂2013年12月号ではシリーズプロデューサーである増田淳一との対談が実現した スイーツや肉が好きで、ブログではたびたび菓子やステーキ、焼肉などの写真を掲載している。特に、ブラックサンダーは常に箱買いでストックしておくほどの大好物であり、かつては1日の朝と晩に10本ずつ食べるほどだったが、現在は事務所から正式に摂取制限を言い渡され、1日1本で我慢している。自分で自分のことを1二秒と言っており、かつては 自身を風を操ることができる風使いだと思っていた。その過去が明らかになったことをきっかけに、ラジオ4ゲーマーのエンディングでは、当時のエピソードを紹介するコーナーとして、風使いしこりんが設けられていた。また、キラムネレーベルのライブでは、ライブを儀式、自身を風使い、ファンを妖精さんと呼んでいる。高校2年生の時、好きなキャラクターを真似して、 左耳にピアスを開けた。30歳になるまであまりピアスをつけていなかったが、自身の声優デビュー10周年30歳の記念番組、ノブチャンネル最終回で30になったからピアスを解禁すると宣言し、以後着用している。ちなみによくつけている星型のものは2015年に木村良平、江口拓也から誕生日にプレゼントされたもので、 大変気に入っており頻繁に使用している。また、ネックレスとピアスともに、キューポットのチョコレート風のものを愛用している。声優の桜彩音に、彩音るという愛称をつけたのは、岡本である。妻は、同じ声優の大樹安か。かなり前に結婚していたものの、講師を分けるため公表していなかったが、2020年3月に、岡本に関する報道の中で大木と結婚していたと、 報じられたことで、岡本、大樹ともに、結婚の事実をそれぞれ、ブログと、ツイッターで認めている。ふとじは、メインキャラクター。担当俳優映画吹き替えドラマは、インターネット配信。は、インターネット配信。オリジナルアルバムミニアルバムワンマンライブ映像をジョイント、ライブ映像。ありがとうございます。